聖書からお話をしたいと思いますけれども、先月、私たちの国籍は天にありますということをお話したと思うんですけれども、その続きですけれども、先ほど、喜びちゃんがですね、ルドビゴ茨城という山本村って話をしましたけれども、まあ、2月5日の日、もう間もなくですけども、あと10日もないですね、10日を切りましたけれども、26人の殉教師たちが初めて、まあ、公式ですけれども、初めて日本でキリストを信じるがゆえに命を奪われていきました。ただ彼らの死は暗くなかったんですね。すごく明るかった、希望に満ちていました。豊臣秀吉は見せしめのために西高の丘でそれをみんなが見えるように、一番その当時一番高かった丘でやったんです。ですからそこだけじゃなくて、遠くからも見えたので、4000人ぐらいの見物人がいたと言われます。遠くの人も含めてですね。でそれはもう悲惨な死を見せてキリスト教を捨てさせるためだったんですが、あまりにも彼らの死が喜びに満ちていた、そして希望に満ちていたんで、その死を見た多くの人たちが、キリストの人でも心が揺らいだ人がいたんですが、その人たちは固くキリスト教を信じるようになり、で全然キリストでなかった人たちも彼らの死を見て、自分もキリストになりたいと言って、秀吉の思惑とは逆のことが起こったんですね。で今も昔も人間は本来死を恐れます。表に出すか出さないかは別です。死は関係ないって強がることはできますけれども、やはり心の深いところで死を恐れます。ですからご年配の方や病院に行って死の話をするのは日本では非常識ですし、それは失礼に当たります。でも先ほどヨタヨタの老人と本にありましたが、私は今でも全然若くて明るいご婦人だと思うんですけども、貴婦人だと思うんですけども、河村さんがですね、素晴らしいような、ね、もっと来たかったですけどもね、やってくださいましたけれども、クリスチャンの特徴はですね、死に対する恐れがない、あるいは死に対する解決がある。だからクリスチャン同士では死の会話というのは普通にできるんです。親子であっても、私の妻の父はがんになりましたが、その時、うちの妻も私もがんを宣告しました。それは、本当に死に向かって向かい合おう、その向こうがあるからですね。でその12歳の少年がなぜあんなに明るく、自分を殺す権威を持っている、そして何とか助けたいと思っている人に、いやあなたのこそキリストを信じて一緒にパラディスを天国に行きましょうと言ったかというと、彼は本当に天国を確信してたからですね。単なる思い込みではありません。じゃあ非常に深い確かな確信です。でクリスチャンになって特に思うことは、本当に死は終わりではないんだなということです。まあ、去年私は90歳になった父を天に返しましたけれども、妻の父がですね、天に帰った時はもう阪神大震災の時だったんで随分前なんですが、その時妻はものすごいお父さん子ですね、とても心配してたんです。いくらクリスチャンとはいえ、まあ、お父さんは最初クリスチャンじゃなくても固くないに拒否してたんですけど、イエス様を信じて本当に変わったんですが、そうは言ってもやっぱり小学生の時学校から帰ってきたらお父さんがいないと、お父さんどこ行ったんだろうって探しまくってですね、死んじゃったらどうしようと思ったら、もう悲しくて涙があふれてた一人っ子の娘だったので、どうなるかと思って心配したんですけれども、ところがですね、まあ今なんか祈ってたこともあるでしょうけども、父がその亡くなった時一晩中賛美を下げて、天国の扉が開いて喜びが天からやってきた。つい先日妻はこんなこと言ったんですね。父は自分の命をかけて天国の喜びを私に教えてくれたんだと思うってポロッと言ったんですね。で本当にそうだったと思います。本当に今でも葬儀の時もずっと喜んでですね、火葬場に行って、骨を拾うまでの間、遺族の方々に一生懸命イエス様の話とこうお父が天国に行ったってこう喜んでお話をするんですよね。で葬儀は私が死去したんですけど、私より長い証しをしましてですねで葬儀場に行った時ですね、火葬場に行った時ですね、純子ちゃんの時に、純子ちゃんえらく長した話したねとか言ってみんなに言われながら、それでもニコニコ話しててすごい天の喜びがあったんですね。で私は父が亡くなった時そういう喜びではなかったんですね。でもよく悲しみはないとすれば嘘になりますがって言うと、悲しみはないんですね。すごく変があるんです。喜びってわけじゃないけど、本当に天は父に行ったなっていう、そして天と父は今も天で生きていて、まあ、やがて会うことができるし、間違いなく私のことを祈ってるなっていう、なんかすごい平安があるんですね。これは不思議な平安です。で父が天に帰る前よくですね言ってたんですね、
いいかって、子供と、まあ、お母さんまで来てるんですけど、妻とそれから子供たちにですね、一番世話したお姉さんがいるんですけども、いつもですね、信子って言うんですね、信子、お前母が安子って言うんで安子って言ってね、たまに私も二三回しか言わないですけど、誠って先生、大阪だったんでいつも会えなかったんですけど、いいかって、天国行くんやからなって、泣いたらあかん、泣いたら喜ばなあかんって言ってですね、大阪弁で本当に嬉しそうに言うんですよね。今でも私はそのことをものすごく覚えています。確かに不安があるんです。なぜあの12歳の少年が、そして河村さんが本当に苦しい、いろんな痛みがあるのに、苦しみを通して神を知るとか、あんなになんかこう心を慰める演奏ができるのかっていうのは、それは天を知ってるからです。これは思い込みでもなければ気休めでもありません。死に対して勝利してるからです。なぜそれができたのかっていうと、さっき言われました十字架があるからです。でキリストは十字架で私たちの、その人間はみんな死にます。そして誰一人本当は天国に行けません。それは私の中に神様を信じない結果、罪があるからですね。でもその罪を全部身代わりに引き受けてキリストが十字架にかかったので、イエス様を本当に信じて自分の罪を認めて悔い改めれば、永遠に行く、天国に行くための許しが与えられるって書いてあるんですね。26人の殉教師たちが、またその後クリスチャンたちが、なぜいつも喜んでいて死に勝てたのかっていうのは、もちろん永遠を知ってるからですけども、それとともに本当に自分が愛されてるってことを知ってるからです。どうして知ってるかというと、許されてるって知ってるからです。自分は限りなく許されている。よくそしたら許されてるなら何度でも罪を犯してしまうじゃないかって言いますけども、それは本当の許しを知らない人です。とてつもない罪を犯してしまったのに許されてしまったことを知ったとき、人はまた罪を犯そうとは思いません。本当に許された喜びに心が溢れます。そして本当に愛されている喜びに感動していき始めます。26の殉教師たちはそれを知っていたのです。だからそのキリストのために生きていきたい、殺されてもいい、天国に行く方がはるかに嬉しいと思ったんですね。そういう喜びを持って生きると、この地上を最も価値あることに生きることができるようになるんですね。河村さんのご病気はですね、人間的に言うとかなり辛いきついものだと思うんですけれども、しかし元気でいただけるのはですね、お父さんがね、まだ生きておられた頃、お父さんもイエス様も信じられたんですけどね、晩年信じられたんですけれども、私に言われたんですね、娘ががんになってなのにあんなに明るく元気で生きていられるってね、本当に不思議だって言ってね、もうこれは神様だと思うって言って私に言われたんですね。で自分もイエス様も信じられたんですね。で本当にキリストを知ってる時に、人間では太刀打ちできない問題や自分ではどうすることもできない問題を前にした時に、私たちはそれで立ち止まらないんです。本当に強くなれる、強くなれるってのは頑張って強くなるんじゃなくて、あ、神様が愛してくれてるから、神が許してくださってるから大丈夫、この問題に立ち向かっていけるし、たとえ死が訪れてもその向こうにもっと大きな喜びと希望があるっていうことを知ってるんですよね。でこれは大きな希望です。で私は間もなくいつかですね、父に会うでしょうし、また26歳の12歳で天に帰ったらゾブイゴガラキも会うでしょうし、河村さんのお父さんにも会うでしょうし、先に天に帰った方に会うという日が来ます。そして天国で一緒に神様を賛美するという日が来るんですね。でなんかそれを思うとですね、なんかすごく喜びが来るわけです。で皆さん、この地上でね、生きていくときに、この本当に神様に愛されてるってことを知ったときに、本当に許されてるってことを知ったときに、私たちは自由になるんですね。死からさえも解放されます。そして人からも解放されます。それは人から解放されてわがままに生きるって意味じゃありません。人から解放されて本当に人を愛する自由を得て生きるってことです。誰かに縛られないで本当に神様の愛の中で生きることができる、死をも恐れないで生きることができるっていう、でこういう言い方をですね、ぜひ皆さんにも知ってほしいなって思います。で人生にはいろんな問題があって生きていくと、とても自分では耐えきれない、あるいはもう背負いきれないっていうことが起こってきます。自分のことであったり、自分の愛する人のことであったり。でもキリストを知ってると、そういう時に本当に自分を愛して共に戦ってくれているキリスト、自分を全部許してどんな弱さも全部知って一緒に戦ってくれるキリスト、最悪の時に見捨てないで一緒にいてくれるキリスト、これ十字架なんですけども、その十字架を知った時に、私たちはそれでも歩んでいくことができるし、希望を持って生きていくことができるということをね、ぜひ知っていてほしいというふうに思います。
お祈りしたいと思いますけれども、イエス・キリストを心に迎え入れるように2つのことをします。確かに自分は神様を信じないで罪の中を生きてきたかなっていうことを認めて悔い改めるっていうんだけどね、向きを変えるってことですね。神様を信じない歩みから信じる歩みに向きを変える。もう一つはイエス・キリストという方をこの十字架を信じて心に迎え入れる。目に見えませんけども心の扉を開いてキリストを迎え入れると本当にキリストは来られます。ある方は明確に分かるでしょうし、ある方はよく分からない。でも分からなくても歩んでいくとだんだん分かってきます。でこの2つのことはね、今から祈ってしたいと思いますので、ぜひ皆さん一緒にですね祈っていただきたいと思います。私が最初に祈りますから、ついて声に出して祈ってください。天のお父様、クリスチャンの方も一緒にお願いしますね。天のお父様、私の心を開きます。イエス・キリストが入ってきてください。確かに今まで神様を信じず罪の中を生きてきました。でも今悔い改めて向きを変えて神様を信じます。イエス・キリストを信じます。私の罪の身代わりに十字架で死んでくださり復活されたことを信じます。私の共に人生を歩んでください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。イエス様は心に入られましたけども、二つのことをお願いしたいと思いますね。一つはですね、今日お家に帰ってからでいいので、人のいないところでいいですから、自分の思い出せる限りの罪ですね、小さい時から最近の罪でも、それを丁寧にこう言ってですね、神様、人に言わなくていい、神様に言って、そして最後に思い出せない罪、分からずに犯した罪、その全部の罪を許してくださいって心から祈ってほしい。その時に本当に許された喜びっていうのがやってきます。それからもう一つはですね、ぜひ教会に集ってほしいと思います。教会に来なくても救いを失われません。でも救われたことの喜びとか感動とか、それから神様が本当に愛してるんだなっていうことがよく分かるのは、教会に来て一緒に賛美をしたり聖書の話を聞いたり、いろんな方と交わったり祈ったりする中で分かります。ぜひ教会に来ることを、ね、お勧めします。でどうしても人と会うことが苦手だなって人は、今インターネットで生中継でオンラインしてますから、それをご覧になったりダウンロードして後から見れますので、そういう方法もありますので、ぜひ神様の言葉を聞く、一緒に賛美をする、そういうことをですね、ぜひしてあげたいと思います。触れることによってもっと深くもっと強く神様が生きていること、神様に愛されていること、許されていることが分かりますのでね、ぜひ、そのことをもっと知って本当に素晴らしい人生をね生きて、そして永遠に生きたいなというふうに思います。それでは最後に、もう一度山田とゴスペルクラブに出てきていただいて、God is Love を歌っていただきたいと思います。お願いします。